回はポケットモンスターでリザードを描いていきます。リザードの描き方、まずは下書きからだよね。さすがにまずは下書きからだよね。そしたらリザードン、お腹をつけたところ、この光画面で、このレーダー画面で、あ、でも同じ色のところそんなにないか、消えそうと思ったんだけど、な、かぶさってるところはそんなにないので、じゃあ下書きを続け、そしたらと言ってもリザードってどんなのだったっけ、リザードンは、リザードンちょっと傾いた、フッティングに、リザードン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 、ちゃんと取れてるよね。リザードンはこんな風に下書きができました。まずは細かい部分からかな。じゃあ足の爪も描きましょう。確かリザードンは、リザードンは炎飛行タイプのポケモンで、確かリザードンは炎飛行タイプのポケモンで、普通は、普段は、尻尾の炎は普段は赤色だけど、本気で怒ると尻尾の炎が青白になるんだよ。そして、その炎は
岩でも何でも溶かせるというんだよね。今日のリザードのあれ下書きはこれで終わりなんだけど、リザードの頭の触覚がそれなんかおかしなことになってね、ちょっと太くなってるので、それだけ直します。